Thank you.
ご覧のお肉の皆様、こんにちは肉肉、どすこい。本日は、2016年平成28年に、ブログを開設してから、本日で、7周年の節目の時であります肉。思えば、ブログ開設当時、南九州、熊本を襲ったあの震災で、壊滅的な被害を受けた南阿蘇鉄道高森線に関する記事からスタートし、執筆に当たったブログ記事の総数は、本日の記事を含めて1358件となりました肉。これからも、ちゃんちゃん楽しい企画を予定していきますので、ブログ、TikTok、YouTube、ニコニコ動画アカウント、どうぞよろしくお願いします肉。どすこい。ここで、質疑応答の時間を設けます肉。何か、ご質問や疑問点があれば、お伝えください。それでは、音松さん、今後の企画にあたっての意気込みを教えてください肉。どすこい。今年度も、令和2年度よりお世話になっている、こども園にて、N ゲージ鉄道模型運転イベントを予定しております肉。ジオラマのバージョンアップを含め、いろいろな企画にもチャレンジする所存であります肉。これからも、見守ってください肉。どすこいどすこいどすこい。それでは、本会見司会者の私から質疑です。語尾に肉をつける企画は、今後もご継続される予定でしょうか。もともとはエイプリルフール企画の一環でさせていただきましたが、津軽三味線バーチャル YouTuber の咲夜さんや、半熟ブレッドさんなどを含め、気に入ってくださった方々もおり、元気になれると好評をいただいたこともありますので、これからも使わせていただきます肉。もしかすると、ブログ記事本文の中や、他のナレーション担当者も、肉の媚びを使うかもしれませんので、ぜひ、よろしくどすこい。以上で、メインナレーション担当の音の皆さんによる、ブログ開設7周年記念会見を終了させていただきます肉。ご清聴ありがとうございました肉。どすこいどすこいどすこい。Thank you.